わる、ピングドラムは、ブレーンズベース制作による日本のテレビアニメ作品。2011年7月から12月まで毎日放送、TBS 他にて放送された。略称は、ピンドラや、ピングドラム。少女革命うてなを手掛けた、生原邦彦が、家族をテーマに監督、脚本を担当する、オリジナルアニメ作品である。全24話、原作者、 イクニチャウダーは、イクモトを中心とした創作グループ名である。TVQ 九州放送以外の地上波放送局では2011年5月より、全番組、ドロロン、エンマクンメラメラ放送終了後に、番組宣伝が挿入された後、その枠を引き継ぐ形で、放送開始となった。記号的表現で、場面転換に用いられる、自動改札機や発車、発射表、 それらに加えて、無個性なピクトグラムの形で作画されるモブキャラクターが、独特の作風として描き出されている。また、リンゴとペンギンが、多彩な表現によって様々なシーンで描写されている。作中では、銀河鉄道の夜が、しばしば引用される。平成23年度文化庁、メディア芸術祭アニメーション部門では、審査委員会推薦作品、長編に選ばれている。 キャッチコピーは、きっと何者にもなれないお前たちに告げる、僕の愛も、君の罰も、すべて分け合うんだで、何者にもなれないは、キーワードである、生存戦略や、デスティニーとともに、作中キャラクターたちによって、たびたび言及されている。2021年に放送開始から10周年を迎えたことを受けて、劇場アニメの公開や応援クラウドファウンディングなど、 再度のメディアミックス展開も予定している。兄弟である高倉寛容と高倉明葉の妹のヒカは病気によって余命わずかとなっていた。兄弟は妹の願いに応え、自分たちにとって思い出の場所である水族館へと出かけるが、そこでヒカは倒れ、搬送先の病院で息きえてしまう。覚悟していたこととはいえ、ただ悲嘆にくれるばかりの兄弟だったが、 彼らの目の前で突然、水族館で買ったペンギン型の帽子を被った姿で、生存戦略の掛け声と共にヒカサは蘇生した。ペンギン帽子を被っている間に限っては、ヒカサは別人格、プリンセス・オブ・ザ・クリスタルに変わる状態になっていた。そしてプリンセスは、ヒカサを助けたければ、ピングドラムを手に入れろと兄弟に命じる。 彼らに添い従うサンバのペンギンを与えられた兄弟は、プリンセスからの指令で、女子高校生、小木の目リンゴの調査を開始するが、それは、過去にもつながる TSM 小木久保千円船で起きる、様々な事件の始まりとなった。リンゴは、姉、桃花が亡くなった日に生まれてきた少女だった。亡き姉としての存在になることを自らに課している、リンゴは、姉が残した、日記帳である。 運命日記に従って、姉の思い人であったタフキ刑事と結ばれるための、プロジェクト M を遂行すべく、彼をストーキングしていた。高倉兄弟が日カに内緒で調査を進めている間、日カが偶然であったリンゴと仲良くなったことで、高倉家とリンゴは、互いの事情を知り、プロジェクト M への協力と引き換えに日記を渡す、約束を交わし、 明らばと行動を共にすることとなった。しかし、リンゴのプロジェクト M は、刑事と、女優、自家ごゆりの婚約で行き詰まった挙句、何者かに、日記の半分を奪われてしまう。さらに、高倉家を守りたいと願う、冠場バが、家族の存続に必要な大金を調達すべく、とっていた、独自の行動は、冠王自身と、弟のマリオのために、 リンゴの日記をも狙う少女、夏目マ子と交錯した挙句、リンゴはマ子に、人質に取られたアキラバと引き換えに、マ子に残った日記の半分を差し出してしまうことになった。そして、日記を失い、プロジェクト M とモモカになることへの執着が消えたリンゴは、アキラバへの思いに気づくが、プリンセスが設けたイリュージョンの場で、モモカの死の原因である16年前の事件は、 高倉三兄弟の両親である、高倉健山と千恵美の所属する組織、ピングフォースが起こしたのだという事実を、明らばから告げられてしまう。その直後に、プリンセスは、闇うさぎに関する警告を言い残して力尽き、ヒカサは、またしても息を引き取ってしまうが、謎の男性、渡瀬真理は、冠場に代償を要求の上で、 薬でヒカさを蘇生させるとともに、現実世界での動きを表面化させ、ヒカさに接近する。実は、リンゴから、日記の半分を奪取したのは、大吹と結婚した時かごゆりであった。亡き桃花の幼馴染であり、彼女への死亡を、現在も持ち続けているゆりは、桃花を、こちらの世界に取り戻すために、リンゴの日記を手に入れようとしていた。そのため、 日記の残りをめぐって雅子とユリはたびたび争うこととなった。リンゴは被害者と加害者の家族の関係であることを理由に一度は諦場から交流を拒まれたものの改めて諦場を追いかけていくことを告げる。一方、特別な存在であったモモカを高倉兄弟の両親に奪われたタフキは住んでしまった仕方のないこととしていた。しかし、 自分の前で、高倉家への遺向をあらわにしたゆりに先んじて、リンゴとひかさを拉致し、冠場をおびき出すという行動に出る。高倉家に、罰を与えるとして、冠ンム用とひかさを脅すが、二人の、斧が見合いのちより家族を思う姿を目の当たりにして、引き下がり、皆の前から姿を消す。お互いの絆と思いを確かめあった、高倉兄弟とリンゴだったが、 日笠を思い続ける冠場に語を煮やした政子が日笠を吸収したことにより冠王と日笠が高倉家とは血のつながりがなく高倉三兄弟は寄せ集めの偽りの家族であったことがあらわになる。県山の消息をたどっていたタフキは剣山の名札をつけた死体を冠場の出入りしていた廃屋で発見し後を追ってきたユリをかばって 百合の常人であった勇気に刺されてしまう。そして高倉兄弟は、薬の継続使用による、有効性の低下からヒかさの余命がわずかであることを、マリから宣告される。冠塗はヒかさを救おうとするあまり、マリの企みに絡め取られ、飢餓の会により、深入りし、剣山と千恵美のかつての活動を引き継ぐ計画へと動き出す。そんな、 カンムリバとアキラバは決裂し、ヒカサもカンムリバを止めようと高倉家を出、高倉兄弟はバラバラになる。ヒカサはカンムリバのために自らの死を受け入れようと倒れて、マサコも命がけでカンムリバを制止するが、あくまでヒカサを救おうとするカンムリバはマリと共に世界の破壊へと突き進む。実は16年前の地下鉄事件での主犯であり、今も 呪いとして現実に権限して、改めて世界の破壊を目論む、マリの恐れるものは、16年前の犯行の冠水を阻んだ、桃カの残した運命を乗り換えることのできる日記と、その妹のリンゴであった。ユリは、持っていた、運命日記を、タフキが一命を取り留めた後にリンゴに返しており、リンゴはヒカサの救命のために日記を使おうとしていた。マリは、冠馬を差し向けて、 分かれていた日記を集め、リンゴの眼前で抹消してしまう。病院に搬送されたヒカサの身柄を目前で、カンムリバによってダッシュされ承知するアキラバに、アキラバとカンムリバで運命を変えるようにとももかの声が、届く。アキラバと、マリの去り際の言葉を聞いたリンゴは、世界の破壊の準備を施したカンムリバと、マリの待ち受ける運命の列車に乗り込んだ。列車で退治する面々。 止めることのできない事態になす術のないあきら葉だったが、高倉家での兄弟三人での暮らしを痛みと、愛おしみを持って思い辿るひかさの言葉を聞き、兄弟で愛と罰を分け合おうと、カンムリ王から分け与えられたものを自身から取り出し、ひかさの手を通して寛容に与え返す。それは十年前、カンムリ王と秋葉が向かい合う檻に閉じ込められ、食べ物もなく放置され、 二人して死に貧した際に、冠場が、明らラに分けてくれた運命の果実、分け合った、半分のリンゴ。これが、ピングドラムとひかさが言う。そしてリンゴは、自分自身を代償にすることを覚悟した上で、呪文として思い当たる言葉を叫ぶ。その呪文は、冠場が、明らラを救った時に言った言葉。明らラがひかさを救った時に言った言葉。 ヒカサが友人である WH の二人に大切な言葉として伝えていたことでリンゴが知った言葉、運命の果実を一緒に食べようであった。運命の乗り換えが始まり、カンムリバは本当の光を手に入れたと語り、ヒカサの体を列車のシートに運び、砕け散りながら消えていった。リンゴの実を包んだ呪いの炎は、リンゴを抱きしめたラバに移り、リンゴに愛を告げて、 キらばは消えてしまう。世界の破壊が再び阻まれると、桃川は、マリに別れを告げ、彼一人を残し、二つのペンギン坊と共にいずこかへと、去っていった。運命の乗り換えが終わった後の世界の列車の中には、乗客たちが騒ぐ中、ヒカサとリンゴだけが寄り添うように倒れていた。運命の乗り換えられた世界では、タフキとユリが、 世界に残された意味を見出してを取り合っていた。同じ電車で同時に倒れていたことをきっかけに、友達同士になったヒカサとリンゴ、健康なマリオと暮らすマサコに、高倉カニオとアキラバの記憶はなく、彼女たちの生活には、二人は元から存在していないものとなっていた。ただ、学の傷やメモ変、夢の中に縁を残すのみだった。 ヒカサとリンゴが共に昼食をとっていた。この世界のヒカサの小さな一軒家の前を、カンムリエオとアキラバの髪色と声をした二人の子供が、語らいながら通り過ぎ、その後を四匹のペンギンたちがついていき、どこかへと歩き去っていった。すべて作詞、作曲は作詞、作曲はティカールファーが担当し、薬師丸悦子が、ソロプロジェクト、 薬師丸悦子メトロオーケストラの名義で歌唱している。各話のサブタイトルはエンディング開始時に表示される。幾原邦彦、高橋慶著書の小説。カバーイラストは星野リリー。柴田伊子津によるコミカライズ作品が月刊バーズ2013年7月号から2017年3月号まで連載された。R.E. サイクルオブザ・ペンギンドラムは テレビアニメ放送開始10周年記念プロジェクトの第1弾として制作された2部作のアニメーション映画。アニメーション制作はラパントラック。テレビシリーズを再構成し、新作パートが追加された内容となる。前編くんの列車は生存戦略は2022年4月29日に公開予定。後編は同年に公開予定。RE サイクルオブザペンギンドラムに関するカテゴリー。ありがとうございます。